なとこから出てきやがって。おい侵入者だ、捕まえろ。しびるんじゃねえぞ。手加減しねえぜ、俺の番だな。とっておきだ。やめんな、見せてやるよ。どうするかね。してみろ。これで行けるじゃねえの。おい、中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。ち、屋上に出て様子を見るぞ。な、何も言えお前。ぶっ殺してやるよ。容赦しねえぞ。俺の番だな。とっておきだ。
やってやろう。来いよ。どうした？行くぞ。行くぞ。来いよ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。危ねえな。ほら来いよ。とっておきだ。やってみろ。見せてやるよ。よっしゃ、勝ちだ。へへ、強くなった気がするぜ。まだ成長できるとはな。大丈夫か。大丈夫だ。あの階段を降りりゃ幹部会の会長だ。こちらは警視庁神楽町。目標のあたり、そこで止まりなさい。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。アダツさん、早く行け。俺も必ず追いかける。てめえ何者だ。すぐに楽にしてやろう。やってやるぜ。俺の番だな。ほら、なんだ。ほら、ほら、ほら、よし、行くぞ。見せてやるよ。ほら、行くぞ。ほら来いよ。なんだてめえ。あったまきた。これで元通りだ。俺の番だな。どうした。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。行くぞ。俺の番だな。とっておきだ。大勝利だか。よっしゃ。城の頭。ああ、久しぶりだな。一、いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすね。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんさ。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世、当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、
たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭！一、覚悟はいねえぜ。よし、行くぞ！俺の番だな！見せてやるよ！取っておきな！おりゃ！おら！こんなのはどうだ。死ね。なめんなよ。おいおい、その程度かよ。よし、行くぞ。気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。よし、行くぞ。ここは守りを固めて様子を見るか。ほら来いよ。うまくいったな。俺の番だな。よし、行くぞ。見せてやるよ。取っておきな。俺の番だな。喧嘩もなに。よし、行くぞ。見せてやるよ。俺の番だな。取っておきな。見せてやるよ。よし、行くぞ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん。どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。
やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。え、母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう。こりゃ迷惑はごめんだ。ああ、そうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。え、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お、お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。どうした。そう、いろいろ聞きたいことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。
偉人町、伊勢崎偉人町、ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。はぁ、横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。三日前かな、夜中、周りが騒ぐしいと思ったら、仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん、でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだろ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカか。お前いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。分かったか。分かったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。うん、迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む、ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。めんどくせえな。傷もまだ治ってねえし体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ、少し休んでけ。ありがてえ。あんたなんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ、それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえまずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ分かった。お前名前は。一番、春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。ああ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああこれは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは。ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さてどっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。
でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろう。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か？ああ、間違いない。今日はついてるぜ。座れ。くそ、変な希望持たせるんじゃねえ。ったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん、あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ新入り君。